パスタトレーナーのユージです。今日はですね、バックランジによくある間違いということで、たびたびねコメント欄にねバックランジについて質問が来ます。でそれらの質問の多くというのが、わからないというよりも明らかにこう間違いということが多いんですね。でその中で一番よくある間違いを3つ挙げました。この3つはかなり多くの人に共通することなので、まずそれを挙げていきたいということ、それから後半の方でですね、効果がより出やすい方法というのもありますので、その間違いと効果が出やすい方法、両方をね今から紹介していきたいと思います。よくある間違いというのがですね、まあ、まず質問の中にある言葉としてあるのが、足の指が痛いんですけれどもどうしてでしょうか、どうすればいいでしょうかということとか、あるいは足首を痛めましたというような、そういうコメントがあるんですね。これなぜこれ痛くなるかということですね。でこれは、まあ、正直言うとバックランジ自体が足が痛くなる運動というわけではないということはまずあらかじめ言っておきます。でこれなぜ痛くなるかというと、足首、ね、言葉だけだとどこがどう痛いのかよくわからないですけど、足首バックランジをやっててどこが痛いんだろう。でまずこの時点で前が痛いのか後ろが痛いのか、まあ、前の足の指が痛くなるということはまあないと思います。基本的にないと思います。そうするとこの後ろの足がおそらく痛いわけですね。もうこれはこの時点でなぜ指が痛いか、なぜ足首を痛めたかというと、明らかに後ろに体重をかけすぎてるからですね。こういうようなバックランジをやっていくとやっぱり痛くなるわけですよ。当然ですよね。前に7割後ろに3割のはずなのが、いきなり後ろに8割ぐらいかかっちゃうと。これねやっぱり多いのが、こういった時にそもそもほら、かかとが下に向いてるでしょ、かかとが床の方に向いてるでしょ、で足の裏がかなり水平に近くなってる、でここからこうやってきちゃうから痛くなるわけですね。でかかとは最初からスッと天井に向かうんですよ。最初からかかとが天井に向かって、足の裏は垂直になっていくというのが正しいわけですね。これで足の裏がいきなり下に向くようにならないということですね。なのでそれが起きてるから、やっぱり足の指が痛い、足首を痛めたということが起きてしまうので、これがそもそも軽ければ痛くなることはないです。かなり前の足をきついなと思うぐらい頑張っていく必要があります。こことここ両方でギュッと頑張っていって、前の足がきつくていいんですよ。なんだったら最初ね、あまり筋力がない人の場合には10回しかできませんでしたっていうのでも構わないです。構わないんですよ。後ろに体重かけるよりはね、10回を何回かやればいいだけであって、前の足がもっと頑張るべきということなんですね。で、まあもしかしたら前の足に踏ん張って後ろを軽くするというほどまでも筋力がないのかもしれません。まあそういうことがある可能性もありますね。耐えきれる筋力がないのでどうしても後ろに行っちゃうというのはあるかもしれないので、まあその場合にはもし自分がそうであると思ったら、もうここはしょうがないので一回ちょっと最初の1週間ぐらい準備期間を入れます。もうそれはもう片足で支えられないんだから、両足のスクワット、こんな感じでスクワットをやっていって、1週間はこれをやってやっぱり基本的な筋力を上げていく必要がある。その後で慣れてきたらこっちの1本で降りる。正直ね、この1本で降りるというバックランジは基本前の足1本で降りると思ってください。足が痛いというと自分が後ろに体重かかってないかどうかまず確認してください。後ろに行って前じゃないということね。前に体重を残しながらこんな感じなんですよ。それがもしできないぐらいの足の筋力であれば、最初1週間だけは両足できっちり太ももが水平になるまで、これぐらい太ももが水平になるまでの両足のスクワットをやって、それを1週間やってからバックランジに移る、まあそういう方法もあります。でそして間違い2番目というのが浅いです。浅い、これも結構あるんですよ。バックランジはずっとやってますっていうものの、いざ目の前でやってもらうときには、やはりかなり浅い場合があります。かなり浅い場合があります。で、これ、立ってるときには、太もも、お尻何も使ってないです。全然ほら、ゆるゆるの状態で何も使ってないですね。これはスクワットも同じで、ね、僕よく言ってますけど、スクワットをね、100キロ、150キロ、上半分でこうやってやってても、何も足はかっこよくならない。鍛えられないです。この辺が鍛えられるだけ。だったら、スクワットも50キロでいいから、ももを水平までしていくということが、ここ鍛えてかっこいい体になっていくところなんですね。なのでバックランジも上半分は正直大した運動にはならないです。下半分です。ここももが水平になるぐらいまで、後ろの膝がほぼ床につくまでやってほしいということ。できればこの膝がありますね、この膝の皮膚が床にちょんと当たるぐらい、ガツンと痛いですよ。ガツンと痛いから
皮膚が触る、後ろ膝の皮膚が触る、皮膚を床に触るぐらいまでカツッと、コツッとつくぐらい、そーっとこう筋力をしっかり使いながら、皮膚が当たるまで落としてください。そこまで深くやっていく。まあ、これは絶対重要なことなので、ダンベルを持って重さを上げるとか、その前に必ず深く下ろすということをやってほしいですね。それから間違い3番目というのが、止めてないということです。止めてない。これも、まあ、深さがね、深さが浅いというのと同様に、あることなんですけれども、とにかく下が速い。もう下が速い。下がもう速いです。止めないでいってるので、これ、止める。筋トレの場合、上半身でも全て同じなんですよ。ダンベルプレス、ベンチプレスでこの下が結構速い人います。下の筋肉が伸びてるところって一番きついんですね。きつくて耐えきれない感じがあるので、どうしてもあそこを早く逃げてしまおうとしてしまいがちなんですけれども、伸びてるところ、負荷がかかってるところ、それが一番いいところ、筋トレとしてそこで時間を使わなきゃいけないところなんですね。だから、ベンチプレス、ダンベルプレスも正直言うと下の子でゆっくりとそーっとやる方がいいわけです。絶対に急がない方がこう、大胸筋もきっついてくるわけですね。バックランジもなんか同じなわけですよ。で、これが自分が思ってるよりも止めてるっていうのが早いんですよ。自分ではこれぐらいの時間止めてると思ってるのが、実際の時間っていうのはこれぐらいなんですよ。自分の思ってる時間と実際の時間っていうのはこのぐらい差があるということ。なので、一番下に降りた時には頭の中で必ず1、2と数えて、1、2と数えて、さっきの皮膚が当たってるところで1、2です。皮膚当たってるだけです。休憩はしない。1、2です。このぐらい1、2と止める。1、2と止める。そうするとさっきの筋肉が伸びて、ももが水平になっている、しゃがんだ、下に行ったところというのが長く使えるわけですね。この方が、しっかり筋肉は使えるというわけです。でバックランジの効果というのは、回数をやった、ね、例えばじゃあ消費カロリーというのが、まあ、体重かける動いた距離になってきます。まあ、それが動いた消費カロリーになってきますけれども、動いた量だけでなく、いかに筋肉に効いたか、ということで、その筋肉はね、しっかり出来上がる。あるいはダメージというものが大きくなってきますので、そうすると、筋肉がまず出来上がった方が代謝が高くなりますよね。それから、止めてきつかったっていう方が、そのトレーニング後の数時間、代謝が高い状態が続くわけです。なので、下に降りた時には、とにかく、長めにやった方が、1、2と、いいです。まあ、なんならね、ここで、1、2、3でも構わないですけど、まあちょっとなかなかそれでは苦しいので、まあ1、2ぐらい数えて止めるということ。それで、ね、自分が1、2とカウントする長さで、ようやくこれで1、2で1秒なんですよ。これが1秒です。1、2っていうのは2秒じゃないです。1秒なんですよ。だけど、それぐらいはまず止めてください。まあそんな感じで、間違いというのは大きく分けて、この3つがすごくよくあることなんですけれども、ただこの3つに共通することというのは、自分で認識ができてないということです。自分がどうやってるか分かってない。自分で把握できてないということはよくあります。これ僕何回も言ってますけど、必ずスマホを置いて自分のやってる姿を撮影してください。その撮影してる姿、スピード、その形を見て、僕がやってるのと同じ形でいけてるかどうか、同じスピードでいけてるかどうか、深さとかも全部比べてみてください。そうすると、あ、自分これ違うなっていうのが分かると思います。そこの、まず自分を撮影してないのにやっぱり分からないわけですね。必ず撮影してください。そうすればね、自分の問題点とか間違っている点が見えてくると思います。そしてですね、効果が出やすい方法なんですけれども、今、まあ、バックランジをやってる人も、これらを気をつけてやることで、もうちょっとね、効果が出やすいというのはあります。まずね、バックランジ20回3セットのみやってる、まあ、ちょっと腹筋をつけれてるとか、そのぐらいやってるね、5分、6分で終わるという人は、もう、食事の前にやってください。食事の前ね。食事の前にやった方が、その前、ね、食事がね、4、5時間空いてるんであれば、その時の方がよりね、体脂肪をより使いやすくなってきますし、筋トレによって筋肉中の糖分がいっぱい出てる状態にしてあげる。筋トレをね、することで、この筋肉の中の糖質が全部出てる状態にしてあげれば、その後入ってくる食事の炭水化物っていうのは、そのまま筋肉にスッと入りますので、筋肉中で糖分が余らないという感じになりやすいんですね。これが、自分の筋肉中の糖質がいっぱいあるところで食事を食べると、もう筋肉の中には貯蔵することができない、いっぱいなので、脂肪細胞の方に貯蔵していくことになっていくわけですね。だから、あらかじめバックランジをやって、筋肉中の糖質っていうのをすっからかんにしてあげたところで、炭水化物、食事をとってあげれば、
今取った食事というのは体脂肪になりにくいという、まあそういうタイミングになりますので、食事前が一番いいと思います。で、もう一つの方法というのは、分散ですね、分散。まあ最初はね、20から3セットをやっていくということを、今のね、その食事前とかにやっていけばいいと思うんですけど、それ5分ぐらいでね、やっていけばいいと思うんですけど、慣れてきた人は、このセット数を5セット、8セット、あるいは10セットっていう人は変ですけども、正直ね、やっぱりまず10セットっていうのは、慣れてればいいのかもしれないですけど、10セットっていうのはかなり気が重いですよね。8セットも気が重いです。なかなかちょっとできることではありません。正直その8セット、10セットできる人は、まあ、こういう人はもう正直どの筋トレでも多分できるんですよ。そういうきついことは全然できる人だと思うんで、そうでない人がまあ多いわけですよ。なので、いかにやっぱり分けて気持ちが楽な中でスッとこなせるかというのがこのバックアウトとしては重要なことなので、最初からね、ヘビーな量がある、ね、気持ちが重いのも乗り越えられてればいいんですけど、そうではない人は多いかと思うので、いかに小分けに簡単にやっていくか、でも量をしっかりやっていくかということなんですね。だから例えば、朝と晩2回やるということ。で、20回3セットが朝あります。そして夕方もあります。で、これで6セットです。これをまとめて6セットっていうともう5、6セットぐらいで結構ヒーヒーでどうにもならないと思うんですけど、これが朝3セット、ね、夕食の前に3セットっていうんであれば、まあ何度かね、別に気持ちが重くなることもなく、やれると思うので、そういう感じで朝晩に分けてやるというのはまず一つ。それからもう一つの分散の仕方としては、1時間おきにやるということですね。まあこれは最近やまだまだね、在宅ワークの人も多いかと思いますし、中にフリーランスの人でずっと家でね、仕事をしているという人もいるんですけども、あるフリーランスの男性の人が、ジムではね、筋トレをやってるんだけれども、仕事がフリーランスで家でパソコンに向かったまでずっと動かないという生活だったんですね。で、ジムには本当にね、週4回とかこう来てるんですけども、それでもうどうしてもどうも落ちないということだったんですよ。で、それは座ってる時間が長すぎて、代謝が低い状態が長い、心拍数が上がらない状態も長いので、じゃあ、1時間に1回時計の針が12を指した時に、バックランジたった20回を1セットだけ30秒やってください。ということを、まあ、やってもらいました。そうすると、1時間に30秒です。それをやっていったら、まあ正直6回、7回とかなりますけれども、そしたらどんどん落ちていったと。まあこういうこともまああります。まあ実際それでね、やっぱり6セット8セットありますから、量はあるんですけども、やってることは30秒なんで、そんなにね、きつくはないと思います。1時間に1回やらなきゃっていうのはあるかもしれないですけど、ただまあそういう感じの分散の仕方もありますので、できればやっぱりね、その1日にまとめてやって、あと動かないっていうんじゃなくて、頻繁に動くというニュアンスで朝晩やるとか、1時間おきにやるとか、まあそういったね、分散というのもすごく効果ある方法なので、同じようやるのであってもね、ちょっと量を増やすときには分散してやった方が効果あります。はい。まあそんな感じでね、気をつけていく点、そしてより効果出やすい点ありますので、その辺もまたチェックしながら進めてみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。パーソナルトレーナーゆうじでした。